はい、こんにちは、カサカサミスティング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今巡回中なんですが、今日のプチ情報はこちら。これは皮脂ですね。皮脂、これまたね、いろいろ、しょっちゅう出てくると思うんで紹介します。これなんかこれも種類がいっぱいあるのかな、よくわかんないんですけどね。そんな感じの美術家ですね。今は皮脂の実はまだついてないのかな。すごい硬くてね、尖った、実があってね、でそれが、足で踏んじゃったりするとすっごい痛いんですけどね、ありますね。で、皮脂はあのロゼット状っていうのかな、なんかこうパッ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 とね、ちょっとね、変わった生え方をしていて、こんなんですね。よいしょ。はい、こんな感じでね、皮脂はそう育つんですね。でこれはもっと、これ小さい方でもともと大きなのありますね。で実はまだついてないですね、はい、なんかあの忍者とかがね、パパパッとこう巻いたりしてね、やってたみたいな、なんかそんなイメージのやつなんですけどね。またどっかで見つけた時に紹介します。で肘もこれ中央にね、白い花が咲くんですけどね、あそこに咲いてますね。ちょっとアップで写してみます。これが花ですね。すごい小さいですけどね、中央に可愛らしい花が咲きます。はい、それからですね、実はここを今あの皮脂を紹介、プチ情報で紹介したんですけど、実はこの皮脂のね、間にメダカが半端ないぐらいいます。ものすごいいっぱいいます。多分もう何万匹とねいますね。で動くとピッとピッピッって動くんですけどね、驚いてね。でこれが全部メダカです。ちょっと映るかわかんないですけど、カメラでちょっと追ってみます。
い、ということで本当に、ちょっとしたプチ情報なんですけども、はい、メダカがたくさんいるということと、皮脂ですね。でこの皮脂はあんまりその滋賀だと水路というイメージよりもやっぱり平野部のため池ですねに非常に多い植物で、あと琵琶湖の湖岸にもありますね、でまああまり水路というよりも広い、ところの方がなんか広がりやすい、よくあるなっていうイメージなんですけどね、たまたま今通りかかったんで、ちょっと紹介しました。以上です。はい、また巡回行きます。